皆さんこんにちは、孤独のライダーです。今日は盛岡でも昔ながらの飲食店が集う八幡界隈をぶらついております。この雰囲気なかなかのもんでしょ。こういう路地裏っていいよね。なんかかくれんぼしてる気分になるよね。そういえばしばらくかくれんぼしてないけど、当たり前か。子供の頃はちょっとした遊びでも楽しかったよね。なんでなのかな。今みたいにゲームとかなかったから、飛んだり跳ねたりしてただけだけど、とても満たされていたんだ。おそらく親の世代もそうだったんじゃなかったのだろうか。またまた細い路地裏探検だ。なんかゾクゾクすんね。ちょっとスピードアップしてみるか。スナックシルクロード、そそられる。坂道を登ると住宅地。隣近所の付き合いが濃い感じがするな。そういうのって大切だよね。なんか悩んでる時に近所のおっちゃんおばちゃんが気にかけてくれる。たわいもない話をしてると悩みも消えちゃったりしててな。複雑に人々の思いが交錯する現代社会、日々の生活に疲弊する人々、本当の自分を求めてさまよい歩く、そんな時ふらりと寄った名もなき食堂が男の心に響く。男はただ庶民的な味に癒しを求め、日頃の嫌なことを忘れて飯に食らいつくのだ。男は今日も田舎の素朴な味を求めて店を探すのだ。もうちょっと哀愁深く歩いてみるか。
飯屋母ちゃんって？うまそう、本当にこれ。一味用意しますよ、かったらね。うまそう。なかなかね、普通に出してるお店で少ないんですよ。うちね、毎週土曜日ってわけじゃないんですけど、土日はね、丸徳メニューといって、普段の定食じゃないのをやるんですよ。明日はメニューはこのチラシ取り組みに、メニュー食べてますけども。チラシの取り組み。なんかね、何でもうまそうだね。家にして見つけたもし行った人がついてるからね。あら、だし入ってるだしない、ただの卵。いや、すごいね、このバッカが。卵、ただの卵、何個使ってるんですか、これ。4個とか1個フライパンで、1個に7個使ってます。あ、やっぱり、しっかり詰まってるもんね。ガチ呼びにしないで、中火より弱火にすると思うから、仕上がるんですよ。あー、じっくり、じっくりどう焼くかですよ。絶対食べるんですよ。卵焼きのフライパンだけど、一緒に食べるんですよ。あの、普通の家庭用のこの濃いのじゃないですか。あの四角の、四角の、あのね、本格的、食の、あのね、自分で真似してね、始めるんだ。まずこのみりん使わないやってみますよ、ほんと。ごま油ね、照りの良いしみりん使えばね。だけど、赤飯作るけど、赤飯にみりんを入れる。お酒と、サラダ油を入れる。そしてサラダ油を入れる。ご飯はそうだね。なんかすごいそんな感じですね。あの、お盆と13日は間違いなく作りますよ。ああ。おにしげと天ぷら。お母さん、うまかったよ。ただね、この時